はい、皆さんこんにちは。今日はね、前回の動画に続いて、その2みたいな感じですね。後半戦と言っていいのかな。後半戦をお話していこうと思います。前回の動画は一貫性というところまでお話ししたと思うんですけど、その続きをね、お知らせしていきます。継続性ですね。何事もね、やっぱり継続していかないとなかなか、ファンは増えていかないと。初めはね、こんな自分にね、YouTube やっても人なんか見てくれないだろうなって思ってても、やっぱり継続していくことでね、ファンは増えていきます。で、継続性が難しい方、これ私もねよく言うんですけど、これもね YouTube アカデミーでこう習ったことって言っていいのかなと思いますけど、一度にね撮影しちゃうんですよ。例えば10分とかねいう尺があったと、まあなるべくだったら8分以上頑張って撮るというふうな形はおすすめなんですけど、まあこれはね、広告がついたチャンネル登録者が1000人いった時にはね、8分以上の動画であれば広告が2回つくんで、これちょっとねアドバンテージになると思うんで、今は頑張ってね、2分3分の動画よりはね、10分、最低でも8分っていうね、尺を使ってほしいと思います。ただ、今日の説明はねちょっと8分だとめんどくさいんで、10分というような形でお話していこうと思います。例えば月に1回ね、月に4回毎週ですね、毎週 YouTube をやるというふうな形になれば、まあ40分ですよね。40分の動画を撮らなければならないと。で、毎週だとなかなかね、その動画を撮るっていうふうな形は時間が取れない方が多いかと思うんで、そんな方のためにはね、これを1本今回みたいな形で、前半後半前編後編っていうふうに1回の撮影の中でね、2つ撮ってしまうと。まあバックも変わってないしね、これ洋服も変わってないですよね。で、前編後編で分けているという形なので、その場の流れでね、撮れていくんで。ただ40分をね、話していくのはなかなかちょっと大変かとは思うんですけど、月に1回ですからね、月に1回40分の撮影をするというふうに頑張ってやってもらうと、一月分のスケジュールがたまるわけですよね。で、一度に撮影して分割して投稿していくというふうな形ですね。で、ネタがないというふうな形になったら、こう撮影の裏側を語ったりね、時にはね、こんなシステムを使ってますよ、こんなカメラ使ってますよっていうふうなこともね、これはこれでね OK だと思うんで、苦労したこと、撮影で苦労してきたこととか、時にはね YouTuber でも言いますけど、その月のね広告収入のことについて話をするとかね、そういったこと、あとはよくある今月のね、自分の、まあ、サイト、 YouTube に限らずね、サイトとかブログとかで一番こうシェアされた振り返りみたいなものをやってみるというふうな形でちょっとコンテンツをね増やしていくと。なのでそれを考えると、3本撮って1本は裏話みたいな形をもできるかなと思います。で、 YouTube ってね、一番大切なのがこの見つけやすさ、見つけてもらう動画を作るっていうことです。まあ動画自体はね、見つけやすさっていうことはあまり関係ないんですけど、これは投稿した時、タイトル、説明欄、タグ、こういったものを見つけやすいものにしていくっていうのが非常に大切だよっていうことを説明していきます。で、YouTube はね、
この流行り言葉、流行りの話、最新の話っていうのはこれ大好きです。なぜなら多くの人が見てくれるからです。 YouTube は誰かの動画を見てもらって、その動画に貼ってある広告、スポンサーさんからの広告で Google 自体がね運営しているわけですから、なるべく動画は長く見てもらいたいというのがね、まず根本にあるわけですよ。でその根本を考えると、最新の話ってね非常に興味が皆さんあるはずなんですね。著名な YouTuber の方がね、最新のこと、芸能関係のね、ことなんかに触れるっていうのも、この最新の話、流行話がね、非常によくやられている部分は、流行り言葉、流行りの話、最新の話っていうのは非常にね、再生回数が上がりやすいんですね。なので、そういったものを使うというのは、これはまあ YouTube をやっていけばすぐ分かることになります。今までの話をねダラ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 するんじゃなくて、最新の話をするっていうのは非常に再生回数が上がると。で次、普遍の話ですね。これはもう変わらないもの、まあ、これだけ時代の、時間軸がね早くなっていく中でも変わらないものってあるじゃないですか。例えば、まあ、日本の場合で言うとね、祭日なんかは変わらないし、各地で行われるお祭りとかね、そういった普遍の話もうほとんど変わらないもの。ワードプレスをやっている方だったらすぐ分かる、固定ページです。で変わらないもの、投稿ページはこう最新の話を入れていって、固定ページはもう全く変わらないもの、住所とかね電話番号とか、まあ、時には変わる時がありますけど、基本的には変わらないものですよね。この普遍の話っていうのもしっかり入れておくということですね。何の専門家なのかとかね、そういったことですね。で、ハウトゥー、これはねもう本当にこう YouTube の最も得意とするところですね。教育ビデオにしてもハウトゥービデオにしてもですね、最も基本なところです。まあ、例えば何か作り方がわからないっていう形であれば、 YouTube を見ながらね何か作ってみるとか、予約の仕方がわからないっていうと YouTube を見てみたりとかね、皆さんの行動がだいたいそういうふうな形になってきている。なのでこの How to ビデオっていうのは非常にね効果が高いとされています。続いてね、分かりやすさ、これはもう本当に大切ですね。専門用語をブラブラベラベラ言うんではなくって、初めて YouTube に来てそこで見る方もいらっしゃるということをね前提に置いておくと。ただ専門性を出したいという形であったら、今回は専門的なことを言いますよみたいな感じで冒頭に言っておく方がいいですね。視聴者の期待をね裏切る形になるんで、今日はちょっと難しいんで初心者の方は、今回はちょっと見ない方がいいですよみたいな形でね初めに言っておくっていうのが非常にいいことです。初めて見ても楽しめたりするってことがね分かりやすさなんですね。ああ分かる分かる分かる。説明が下手な方、説明があまり上手じゃない方っていうのは時折ね物事を飛ばして説明する傾向があるんですね。これは分かってるだろうというふうな、こうねだろう運転ではないですけど、だろうっていうふうにね思ってしまうんですけど、ここをねしっかり説明していくっていうのが分かりやすさっていうことになると思います。なので親切丁寧にね、小学生に教えるつもりでね動画を撮ってみてはどうかなと思います。で自分がどういう
生い立ちでね今の仕事についてるのとか、うん、そのエピソードをまとめたりね、シリーズ化していったりすることで、YouTube のコンテンツってまた増えていくんで、これもね、まとめ、いろんなまとめをねやっていくのがいいかなと思います。あとちょっとねこれカードの利用と書いてありますけど、ちょっと難しいんですけど、よくね動画のこの辺にこう出てくるやつですね、カードってピシュッと出てきてね、そこを押すとそのカードに指定された動画が出てくると。でこの動画を見るのはねこれ後半戦なんで、この辺にねカードを出しておくと前編はこちらの方から見てくださいねみたいな、こちらの方から見ると話がつながりますよっていうようなこう誘導してあげるということですね。カードの利用、これ設定のことですね。でインスピレーション、これはひらめきっていうふうに考えていただきたいんですけど、これね実は非常に難しいんですよね。例えばニーズがあるからといって、猫ちゃんを飼うとかね、これ本末転倒なわけですよ。ニーズがあったとしても自分が楽しめるものではないとなかなか動画が続かないよっていうことでもあります。なので、自分が楽しみながらできる、まあ、仕事をね楽しむ方ももちろんいると思うんで、そういったことをね考えて、これニーズがあるからやったらいいよみたいなね感じではない、自分が楽しめるものっていうのをね、やってほしいなと思います。はい、というわけでね、これ前回と今回でね2つに分けてお話をしてきましたけど、これがね5年前ですよ、 YouTube クリエイターアカデミーの方でね紹介されていた、もうすごい長いものだったんですけど、今でもね通用するというものをねまとめてみました。まあ、これでね、皆さんが YouTube にねまた少しでも興味を持っていただければなというふうに思って今日は撮影をいたしました。はい、というわけでね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。